イタリアで厄介者扱いされているタイワンガザミ。しかし日本人の間では、美味しいタイワンガザミを捨てるならいっそ私の口に捨ててほしい、イタリアで食べないなら私たちが食べると関心を集めています。日本で歓迎されるタイワンガザミがイタリアではなぜ厄介者扱いされるのでしょうか。イタリア人が好んで食べる貝や牡蠣をタイワンガザミが手当たり次第食べてしまうからです。これによりイタリアの養殖業者が廃業の危機に瀕しています。イタリアの名物であるボンゴレビアンコが作れなくなるかもしれないと心配する声も上がっています。イタリアのあるパスタ専門店は最近、タイワンガザミとニンニク、玉ねぎ、酢を添えたパスタを開発しました。どうにかしてタイワンガザミを活用して料理を作ってみようと思ったのです。しかしタイワンガザミを活用した新しいレシピが登場し、地域の伝統を壊していると指摘されてしまいました。タイワンガザミが食料資源になるほど貝類の養殖業が減り、伝統料理も減っているというのがシェフの意見でした。イタリアのベネチアでレストランを経営するシェフのリオネルさんはインタビューで、タイワンガザミは我々の石膏を破壊している、誰かがこのタイワンガザミが在来のカニの代わりになると言っているが、それは無理だと断固たる立場を示しました。問題となったタイワンガザミはもともと大西洋西部に生息していましたが、イタリアやスペインなど地中海沿岸に拡散中です。個体数が急上昇した原因の一つとして水温上昇が挙げられます。シエナ大学の海洋生物学者であるエンリカさんは、この青ガニは水温が10度以下に下がると生きにくいが、一年中理想的な水温が維持されるところを見つけたようだと説明しました。イタリアでは厄介者扱いされていますが、日本の輸入業者はタイワンガザミを輸入するために力を注いでいます。タイワンガザミも食品医薬品安全所の基準に従って輸入可能な品種なので、検査を通過すれば販売できるそうです。蒸したり揚げたり煮たりして食べる様々な渡りガニのレシピを持つ日本としては、イタリアの悩みに共感しにくいでしょう。以前同じ理由で頭を悩ませていたチュニジアに対しては、タイワンガザミを日本が大量輸入して解決してあげたことがあります。2017年にチュニジアの悩みを知った日本は、タイワンガザミを大量に輸入し始めてチュニジアの問題を解決したのです。食材さえあれば素敵な食べ物を作り出す日本人の特性が、侵略的な外来種の解決策に最適だったようです。特に渡りガニは最近のような秋に一番美味しい海産物です。9月から10月が旬で、カルシウムやタウリン、キト酸などが豊富で、季節の変わり目の健康を守るのにも効果的です。渡りガニには疲労回復の効果があるタウリンが 100g あたり 711mg 入っており、タウリンはカルシウムの運搬を助け、筋肉が活発に動くように体内のエネルギーを増やしてくれる役割をします。これにより血糖値が増加して力が出て疲労が解消されるのです。健康機能性を持つタウリンは血液中のコレステロールを低下させ、血圧を正常化するのにいい上、解毒作用とアルコールによる障害を改善し、肝機能も改善してくれます。特に疲労回復と肝臓の解毒に効果があり、お酒と一緒に飲むとアルコール分解を促進し、二日酔いの酔い覚ましに効果的です。またタウリンは網膜の機能を増進させて視力低下を予防し、貧血や糖尿病予防にも優れています。渡りガニは食欲をそそるだけでなく、香ばしく美味しい味が絶品で、栄養豊富で老若男女誰でも好きです。一年中人気の海鮮である渡りガニは小柄ですが力が強いです。体にも良くて味もいいタイワンガザミは、普通の渡りガニより体が大きく、足の大きさは大人の手のひらほどです。タイワンガザミの甲羅は最大30センチメートルまで育ち、体重は1キログラム程度まで増えるそうです。渡りガニ科の中では一番大きく育つと言われています。それに足はノコギリのように太く、丈夫で力が強く、誤ってこの足に指を挟まれると骨折したり、最悪の場合は切断したりするそうなので、どれくらいの力なのか見当がつくでしょう。実はタイワンガザミは身がぎっしり詰まっていて味がとてもいいので、グルメな人の間ではすでに人気があるそうです。このようなタイワンガザミが日本に来るようになれば、
グルメな人たちは両腕を広げて大歓迎するでしょう。最近ヨーロッパに住んでいるという日本人女性がイタリア産の台湾ガザミでカンジャンケジャンを作って食べた感想がネットユーザーの間で話題になっています。このレビューで作成者は、卵がいっぱい入っていてものすごく美味しい、全然生臭くない、身が詰まっていて内臓も美味しい、内臓よりは身が甘いという感じと評価しました。日本人のネットユーザーもどんな味なのか気になっていました。日本人のネットユーザーは、青色は少し微妙だが一度食べてみたい、ラーメンに入れたり揚げたりして食べても良さそうなどの反応を示しました。日本のある輸入業者が台湾ガザミの輸入を進めているそうです。イタリア産の台湾ガザミは美味しくて、海外ではすでに人気を集めています。台湾ガザミはアメリカのメリーランド州で多く生産され、アメリカ人が最も好む品種で、アメリカやギリシャではすでに輸入しているそうです。また他の国では台湾ガザミを主に蒸したり炒めたりして食べ、東南アジアではチリソースやペッパーソースなどを活用した炒め物の主材料として使われているそうです。多くの国が関心を示しているイタリアの台湾ガザミを果たしていつから食べるのか気になります。この美味しいカニが一日も早く日本の食卓に上がることを切に願いながら、次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。